ブータン王国軍は国家の領土保全と安全保障上の脅威に対する主権の維持を任務とするブータン王国の軍である。国家元主たるブータン国王が最高指揮権を有する。幕僚長はバトゥーシェディング中将。また、ブータン軍は特殊部隊として国王、王室並びにその他の役人の安全の確保を主たる任務とする。 ブータン国王親衛隊を有する。ブータン軍は志願制度を取る軍隊であるが、慣例的に一世帯から男子一人が軍に入隊する習慣があった。徴兵制はないものの、20歳から25歳までの男性は3年以上の軍事訓練の義務がある。緊急時には民兵が募集され、ブータン国民は王立ブータン警察の治安維持活動の広報支援に努めなければならない。 ブータン軍設立前の1905年に取られた初代ブータン国をうたる元湾区を護衛する兵士たちブータン軍はインドの支援のもとブータンと隣接するチベットへの中国人民解放軍の軍事進行を契機として1950年代に設立された。1958年にはブータン政府は徴兵制を導入するとともに兵力2500人からなる。 上中軍の設置を計画した。またインドは当時鎖国状態にあって中印間での中立姿勢を示していたブータンに対しインドの経済的及び軍事的支援を受け入れるように繰り返し促した。インドがブータンを自国の勢力圏に引き入れることに執着した理由としてはインドの対中戦略上、また安全保障上、隣国たるブータンが非武装中立政策を貫き、 チベットにににいで中国のの支配下に置かかれるることととはインドっって直接の危機となるからであったブータン政府はインドの申し出を受諾し、インド軍がブータン軍の訓練と装備を担当する形でまとまった。1968年までにブータン軍は4850人の兵力を有していたが、その後も増強を繰り返し、1990年には6000人規模にまで達した。 2003年の大過激派作戦後も人員は増加の一途をたどり、ピーク時の2007年には9000人以上に達したが、2008年の民主化以降は兵力が削減された。また、ブータン軍将校は2015年に国際連合兵力引き離し監視軍に司令部要員として参加した。インド軍はブータン軍とブータン親衛隊の要員の訓練任務に携わっている。 軍と新衛隊のすべての召喚は、インドのプネイにある国立国防アカデミーと内市は、デヘラドゥンにあるインド軍士官学校の2つの士官学校で訓練を受ける。インド陸軍工兵隊に属する国境道路機関のプロジェクト団クは、1961年5月以来ブータンで公共設備工事や土木工事などの活動を続けており、1500件、 以上の公共施設建設や維持管理を担っており、多くの道路や橋、ブータンの玄関口たるパロ空港やヨンファラ空港、ヘリポート、その他多くの社会資本がこの機関によって整備された。これらはインドの対中戦略的防衛に関連しているが、ブータイ国民にへも経済的利益な利益があり、相互教授の関係となっている。ブータン軍は重病者や 重症者の航空輸送などをインド空軍東部方面軍に依存している。資金の例としては2003年のオールクリア作戦中に負傷したブータン軍兵士がインド空軍のヘリコプターで治療のためにインドへ航空輸送された。1990年代初期にブータンからの分離独立を主張する団体、ボドランドの国民民主戦線。 カムタプール解放機構がブータン南部の密林ジャングルに秘密裏に拠点を置き始めた。拠点は団体幹部の訓練や装備の保管など多種多様な用途で使用されていた。ブータン政府は1996年に分離主義団体を危険視し始め、翌1997年からは国政における最重要問題へと浮上した。インド政府はブータン政府に対し、 反政府武装勢力の総統を開始する、要外交的圧力をかけ始め、インド側がブータンと共同で、反国家団体の総統を行うことを申し出た。ブータン政府は、当初、あくまでも平和的解決にこだわり、要請を誇示し、1998年に過激派との対話を開始した。しかし、2003年12月までの合意には達せず、 ブータン政府は過激派をこれ以上座視できないことから、12月13日には48時間以内の最終通告を発した。12月15日には、軍は過激派に対する軍事相当作戦を開始した。4代目国王の指揮下で、軍と親衛隊は、総勢6000人の軍勢で30の拠点にいた推定3000人の過激派の攻撃した。 2003年12月27日までに、反政府側の拠点30カ所が制圧された。さらに、ブータン軍は500個以上の AK-47、56、アサルトライフルと、ロケットランチャーや迫撃砲を含む500種類の武器、および10万発以上の弾薬を押収し、対空機関砲も発見したとその戦果を発表した。2004年1月3日までに、 30カ所の拠点すべてに、加え、35カ所の反政府過激派の観測所が破壊されたことで、過激派は撤退した。合計485人のウルファ、NDFB 及び黒の過激派が殺害あるいは逮捕され、押収された武器及び弾薬は、インド政府に引き渡された。拘束された反政府組織構成員のうち、非戦闘員は、インドアッサム当局に引き渡された。 ブータン軍では11人が戦死35人が負傷した。ハゾンにある軍司令部2008年時点では、ブータン軍は8000人の現役軍人を要していたが、兵員数は減少傾向にある。これは2005年に政府が始めたブータン国民の民兵訓練を強化しながら、軍の規模をある程度縮小させるための取り組みによるものである。軍福祉事業は、 1974年に設立されたブータン軍の AD 企業であり、ブータン軍及びブータン新衛隊の退役軍人を雇用し、年金、ローンの形で給付を提供することを目的としている。また、軍福祉事業はゲレフとサムツェにある二つの上流所で酒の醸造にも携わっている。ブータン軍は、 主にインドから提供された武器を装備した軽武装の自動車か不評が主である。8 1ト、mm、ル迫撃砲ブータン軍は国境全省のサムツェ県テンドルクのゾンペリニ基地を配置している。ありがとうございます。